エヴァンゲリオンアットマークドキュンさんは良いけや。事務所にスリッパを置きに来たの、スリッパ。僕専用のスリッパね。靴履いとくのだるいので、僕スリッパに履き替えようので、昨日嫁と買ってきたスリッパを置きに来たの。はよ行ってほしいの、仕方ねえな、もう。はよ行くのマジでか。なんか落ちてんの、結構そそかしいよね、ドキュンちゃん。いろんなもんがあっちこっちからに落ちてんねんけど、これ何なんこれ、これ何なんやろ。これどっから出てきたの、分からんけど。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、タイトル長すぎてキング目立たんぞ。何なんもう。どうしたらいいのよ、じゃあもう。なんなのよ、もう。なんか今こうなる。エヴァンゲリオンアットマークドキュンさん、キングは裏メニューやでな。え、マジで？じゃあ注文してないですって言われたらどうしたらいいの？え、なんて注文したらいいの？そもそもじゃあなんて注文したらいいの、僕。注文できんの？お前に食わせるキングはねえって言われたらどうしたらいいの？太郎田中さん、髪の毛が変わったね。よくご分かりで、はい、昨日のあれですよ、近所の美容室にね、ちょっと予約入れて切ってきましたよ。もう僕ね、テマンゲリオンアットマークドキュンさん、キングやってますって聞けばええやん。え、キングやってますって聞いてないですって言ったら帰ってくるの？そんな寂しい枠なの、マジで。え、そんなマジか。それはそれでちょっとあれやな。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、とにかくはよいけ。わよいけ。わよいった方がいいの。わよせっちゅう。よし。カッパさんさん、冒頭に警察とか牛丼キングって入れなあかんと思う。太郎田中さんはよいけ。なんなんみんなそうって、はよいけはよいけって。もうちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ、ちょっとね。ちょっと荷物が重たかったので、ちょっと事務所に置きに来たんだ。手ぶらで行こうかな。ちょっとスマホだけ持って行こうかな。スマホだけやから、こっちの携帯に鳴らしても電話かかりませんからね、あなたたちね。緑屋にしよう思ってもね、無駄ですから、ね、やめてくださいね。緑屋にしてもかかりませんからね。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、入ってるけど長すぎて枠外。あー、なんか長いの、よう分かれへんけど。何よもう、何なのよもう。ごめんなさいの試合。太郎田中さん、読み上げの声がうるそうて、先生の声とバランスが取れてない。ありがとうございます。テマンゲリオンアットマークドキュンさんは良いけかまやろう。ヤマさん、キング食べると聞いてきましたが食べてないですね。ありがとうね。太郎田中さんは良いかんかちろう。いや、ありがとうダンスはしとかなあかんかなと思ってね、したんですけど、そんな早起き早起きやったらもう、
きますよ。ちょっとあの一回枠を切った方がいい。あの警察がうんぬんかんぬん外そうか。ちょっと題名変えてきます。じゃあ題名このとこ。テマンゲリオンアットマークドキュンさん準備運動中です。こんなこの枠は何やってんみたいな。え持ち帰りじゃあかんの。やっぱ店で食わなあかんのそれ。え店で食わなあかんの。店でしかあかんの。持ち帰りではダメなの。太郎田中さん題名自主。自主？自主？自主って書くの？自主じゃない。自主じゃないです。とりあえずちょっと題名変えます。なんて変えたらいいのか。え持ち帰りではダメなんでしょ？テマンゲリオンアットマークドキュンさん持ち帰りできん。あ持ち帰りできひんってマジでか。大変やんそれ。大変な。できひんの、まあ。とりあえず一旦枠切ってね。あの題名を。前半の警察に。太郎田中さん警察に出頭するのんと違うんか。警察に出頭するのと違うのか。もう警察先終わって、なんだったらこの枠を開ける寸前も警察から電話かかってきてて、ちょっと教えてもらいたいんですけどってしつこく言われて、もうええってお前と思いながら答えてたんですけど、もうこれそう説明してやろわしみたいな。URL ないっちゅうてんねんみたいなね。うん、いや、あの専門で。山さん、はったりにならないんといいですけどね。まあまあ行きますよ。じゃあ一回枠切ってね、あの前半のなんかあの大阪府警南対大阪府警南警察署大勝利ちょっと消してくるから、ちょっとそれでまたあのまた来てください。すぐ来てください。太郎田中さん、今やったら執行猶予つかもしれん。え今やったら執行猶予かもしれん。どういうこと？執行猶予。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、ほら早く早く、山さんキングは持ち帰りできませんよ。一旦切りますからね。一旦切ってね、あのちょっとあの題名変えてきます。ということでね、一旦切ります。さよなら。ありがとうございました。